若干低いけどいいですね。登れるかな。登れたらいいのに。城中红梅公园。登ってみます。登ります。登ります。すごいね。すごい急な階段。めっちゃ急、急すぎる。これやばいな。やばいな。カフェにさ。これ歩きにくい。歩きにくいなこれ。あ、途中までも見れるんだ。途中を見れるんですね。いいですね。おお。いいね。いいですね。とりあえず一周しましょうか。あ、久々登った。久々登ったわ。いいね。おー、やってるやってる。太極拳すげえ。お、かっこいいね。かっこいいね。なんかおー、いいね。中国っぽいって感じ。こっちはストレッチ中いいですね。久々にこういうの見たわ。ちょっとプチ感動です。ほうほうほう。おー、いいねいいね。結構疲れます。結構疲れます。あと今6回ですね。6回です。こう息荒くなります。もう頂上かなこれ。頂点。汚い汚い。ちょっとさ、これ汚すぎるんじゃない。これ汚すぎるよ。いやー、ううー、あ、結構高いね。あ、結構高い。お、ちょっと怖いです。結構高い。小麦高原一望できます。あ、そこ遊園地っぽいところありますね。あーはは、新しいウェンビーター。あー、寒い寒い。あ、結構見えすぎ広いでしょ。うん、こっちは新しいですね。こっちも昔風になってます、建物が。以上です。降ります。寒い寒い。こういうところって建て直したのかな。庭風かなこれ。こういうの鈴昔なのかな、わかりません。建物自体は昔なんだけど、おそらく建て直したと思います。うん、こういうのね、こういうのもペイントも新しいですよね。夜は多少多分ライティングしてると思います。この柱は昔なのかな。分からん。降りましょうか。寒い。あ、怖いねこれ。怖いね。猫ちゃんいる。猫ちゃん。邪魔。もちろんこれもワンオーバーフォーダウンウェイですね。
こう見るとなかなか立派でございます。何重の塔かな、1、2、3、4、5、6、7、どう数えればいいかな。7塔、70の塔、60の塔。こう見るとすごい典型的なチャンナの風景ですね。いいですね、この橋。こう切り取ればいいかな、うん、これでもいいですね。おじいちゃんたち何してんだろう。おそらくトランプだ正気かと思ったらトランプですね。あ、いいです、いいです。太極拳同盟极道太极文化交流中心。なるほど、だから太極拳ここでやってんだ、さっきの2人みたいに。そういうことか。でもね、本命公園だから一番有名なのは名ですね、梅井なんですよ。梅井が一番有名なんですね。あ、撮影してます、いいですね、かわいいじゃないですか、はい、ちっちゃい橋を渡って。あ、いいね、文思橋と言います。文思橋、いい雰囲気です、いい雰囲気ですよ。楽しいかな、楽しいですかね、楽しそう。こっちは、あ、龍博阅读小屋、本を読むところですかね。誰も入ってないけど、でも一応本は結構あります。本めっちゃあるんだけど、もう使われてないですね。あ、ダメだ、寒くてもう下が回らない。こういう橋も多分独特だと思います。ここもなんかあるんですかね。全部閉まってますけど。あ、これはさっきのところですね。ここから入ったんだな、さっきはね。ちょっと派遣されたこの普通の、亭子なんですけれども、牌があります。ほら見て、中日两国人民永远友好、中日両国人民永遠に友好的ってやつ。こういうのもあるんですね。なんとお化け屋敷もあります、立宪城ほら、こっち行くと遊園地っぽいですね。こっちだとなんか誰か歌ってます、すごい大音量で歌ってます何なんだろうね、本当に。ちょっと行ってみましょうか。もう近いですね。あ、ここで歌ってますね。いいの、こんな公園で。カラオケ？あんまり上手じゃないな。これはメインの大きな広場ですね。こう見るとすごい平和的な風景でございます、うん、ここはいろいろ売ってます。こっち側は多分皆さん聞こえないと思うんだけど、サックス吹いてます。曲はなんとおそらく日本のその北国の春っていう曲がね。おもろい。あ、車来てますちょっと危険ですね。
天宁禅寺入りました。入りました。初めてかもしれない、最近20年ぐらい入りました。昔はねチケットいるんですけれども、今ただただですか。見て後ろのこの塔、おお素晴らしい、素晴らしいです。